どうも、どうも、久しぶりです。大変ご無沙汰しております。ずいぶん会ってないですよね、ほんとね。もう、6、7年ぶり。もっとかも。もっとですか。かもしれないですよね。シローさんに最初にお会いしたのは、あの、日産様提供のニューデザインパラダイスという番組ありまして、はいはい、でクリスマススペシャルでしたかね。そうクリスマスケーキをクリスマスケーキをデザインしていただくという、確かその時でしたもんね。あれはもう2002年とかそんな感じでしょ。あれ2002年とかそんなもんだった。20年前ですね。そうですね、もう20年前ですね、はいはい、もう懐かしいですね。いや僕はね、そんなにね昔から古い車は持ってたわけじゃないんですよ、古い車は好きだったんですよ、ずっと、でも買わないようにしてたんです、なんかね、古い車買っちゃうと、そっちになんか自分の情熱がね、こう行ってしまって、仕事の自分でクリエイトする方が、なんかエネルギーを持ってかれる。過去を振り向かえることの方が。それが心配に、あえて60までは、古い車買わないと決めてたんです。で、まあ60になって、まあ一応ほら世の中で還暦じゃないですか、まあここで一発、買っとこうか。車買っとこうと思ったら、それからなんか知らない間に、それから、ずる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 と。クラシックカーっていうか、まあ古い車、買ってみたいなっていう思いはあるんですけど、シローさんさっきおっしゃったみたいに、怖いんですよね。それにこう、ハマってしまう自分が怖いので、今まで、ハマりましょう。いや、今までだから、新車で買って、それが古くなるっていうことが僕は好きだったんですよ。うん、でもやっぱりその、今の時代になって、新車買おうと思っても、もう、あんまり魅力的な新車がなくなってきたら、もう古いの買うしかないわけですよね。それと、ほら、ふんどうさんが自分で新車買えるときの値段って、この間言った、20歳過ぎてからでしょ。はいはい。でもやっぱ10代だった頃の車って、もう買おうと思っても、そう、買えなかった。買えなかった。だその、だちょうど自分が小学生とか、中学ぐらいの車を買うっていうのはね、結構ね、いいですよ。これね、絶対ね、もうぼちぼちね、ハマった方がいい。いや。うわそれ困ります、ね、絶対面白いですよ。それやっぱり、運転してる間はなんかこう、気分が若返るとか。うん、そうですよね。やっぱり楽しいですよね。で一切ほら、いわゆるオーディオとか、聞かないで、いつもともとラジオついてないから、もうエンジンの音だけでずっと走ってるっていう。あれはね、エンジンの音だけずっと聞き続けてるっていう、ね。ちょっとそういうことはあんまり言わないでください。なんか、だんだん欲しくなって、本当に欲しくなって。それでね、僕ね、最近、本当にね、それで分かったんですけども、魅力的な車ってのはもちろんデザインなんですけど、はい、その次はやっぱエンジンの音ですね。エンジンの音ってずっと聞いてるでしょ。だから、古い車だから決して音は小さくないから、小さくなくても心地のいい音を出してくれる車っていうのはずっと乗ってても飽きないんですよ。でエンジンの音上がったり下がったりするときの、これを本当に音楽みたいですよね。ぜひオートメーカーカウンセルに一緒に行って車を探しましょう。